プリンです。本日はポケモンスナップやっていきたいと思います。8月4日にアップデートが来まして、新しいエリアが追加されております。で、カラクリ荒野と、あとはヨーヨーリバーがね追加されていて、さらに、多分虹色ビーチの夜がニューマークついているので、まあ、多分追加されてますね。この3つが追加されたというところです。で、ポケモン自体も20匹ほど追加されているというところで、まあ、やっていこうと思うんですけども、まあ、今回はね、その中でも、あの伝説のポケモンが追加されたということで、やっていきたいと思います。で、そのポケモンが出てくるのは、カラクリ荒野の夜。それで、レベル2以上、レベル3多分あると思うんだよね。レベル2以上に出てくるみたいです。で、レベル3はね、ごめんなさい、まだ行ってないので、とりあえずレベル2でやっていこうと思います。やり方はそんなに難しくはなかったですね。一応ね、1回だけ、お試ししてきて、取り方の確認をしてきております。で、早速ね、始まりました。で、早速ばっかだな。クエスト、ダンジョン、違うな、エリアに入りますと、早速いましたね。この子ですね。この黄色いポケモン、知ってますか？ゼラオラでございます。ゼラオラがいるので、まずね、ここリンゴ当ててきます。リンゴを当てて起こしていく。ちょっと遠いので上目に適当にね、多めに投げていくと、当たるんじゃないかと思ったけど当たらない。あれ、待って。あら、頼む。当たっていない。これやり直しだよ、これ。やばいよ。ちょっとごめん。いきなりやり直しかも。まだチャンスある？あ、まだチャンスあるね。まだチャンスある。ちょっと待って、当たって。当たりました。起きましたね。で、起きると、彼は走っていきます。で、走ってったのを見て、この、不安定な岩の前にね、バンギラスがいるので、こう、あ、間違った。このバンギラスにリンゴを当てていきます。そうすると、バンギラスがね、まあ、起き出しまして、で、そのままね、放っておくと、あれなんだろう、砂嵐かな。砂嵐。なんか技を繰り出すわけですね。まあ、見てましょうか。はい、バンギラスが動き出しました。技を繰り出し、おっと、なんか俺が知ってるのと違うぞ。岩パレスが倒されていって、ちょーっと僕の知ってるパターンと違うんだが、どうしたのかな、バンギラスくん。おい、お前何してんの？あれれれれ？ちょっとね、僕がさっきやったパターンとバンギラスの動きが違う。あれれれれれれ。ん？バンギラスくんは何をしていたのかな？ちょっとやり直していいですか？ごめんなさいね。あれ？ちょっともう一回行きます。まず、クエストに入りましたら、マップか。まずね、この、起こします。ゼラオラを。どうだ？あ、もう全然当たってない。まあこんなとこから当てなくてもいいと思うんでね、もっと近くなってから当てればいいと思うんだけど、まあ、とにかく上に向かってリンゴを投げていくと、ふわふわリンゴですね。あれ当たんねえな。下手になってますね。最初さ、一回お試しした時はいい感じだったんだけど、はい、起きましたと。で、走っていきます。で、そしたらバンギラスを起こしに行くんだけど、ちょっとね、さっきやった感じだと、岩パレスになんか尻尾で攻撃しだしちゃったので、様子がおかしかったんだけども、何か条件が他にあるんだろうか。あれ、当たんね。起きろ。当たりましたね。当てました。ちょっと一応クリスタルフラワーつけていくんだけど、あんま関係ないと思うんだけどな。で、砂嵐を起こしてますね。これで多分大丈夫だと思います。で、ここの砂嵐を見ておくと、まだだよ。見ててくださいね。さっきなんでさ、ヤパレスに攻撃しだしちゃったんだろうか。わかんねえな。はい、来い。あれ、こんな近づいて、はい、来ました。これでね、登場するんですよ、ゼラオラが。かっこよくないっすか？で、バトルを繰り出すんだけども、ここね、ぐるっと回ってきて、また写真ポイントに戻れるので大丈夫です。ヤパレスが邪魔ですが、まあ、そこは大丈夫と。で、ほら、このバトルをしだすわけですよ。かっこよくないっすか？あれ、まだバトルしない？はい、こんな感じで一応ね、こう電撃を出したりとかするんですわ。めっちゃかっこいい。でさ、このバトルのしてる格好が多分星4だったのかなと思うんですけども、よいしょ。あー、めっちゃかっこいい。まあ、こんな感じで博士に写真見てもらいましょうか。どこだっけ？あ、これか。博士に見せていきます。
で、さっきね、レベル3だけ取れなかったんですよね。レベル3の取り方がちょっとよくわかんなくて、まあ、取れてたらいいなと思うんだけども、さあ、見せていきましょうか。まずね、この攻撃耐性的なやつが星4ですね。こんな感じです。で、普通の姿星1になりますね。はい、こんな感じ。で、ちょっとね、動くとね、2になってんすよ。わかる？この微妙な差。ちょっと行動してるときは2。で、3がね、取れてるわ。この、この攻撃耐性のときは4。で、この何もしてないときは1です。ちょっと電気まとってても1になると。待って、まだ1だね。これ3、なんだろう、ちょっとね、うまく取れてないんだけど、この飛び跳ねて攻撃してる、まさに本当に攻撃してるところが3なんでしょうね。で、何もしてないところ1、ちょっと攻撃しだすと4。3がね、難しい。飛び跳ねる攻撃の時が3っぽい感じです。普段の攻撃は4ですもんね。はい。じゃあ、今回どれ選ぼうかな。この前はね、星4の、いいやつ取れたので、それを選んだんですけども、今日はどれを選びましょう。これ良くない？その左側の5500点の写真、めっちゃかっこいい。ちょっとね、右下岩で隠れてるのがもったいないんだけど、めっちゃかっこよく撮れてんすよ。これ星1だけどかっこいいな。これにしようかな。うん。これを選びましょうか。はい。OK。さあ何点取れるでしょうか。はい。博士に見せていきます。はい。あ、待って、俺写真見せ。写真選べてなかったまあいいか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 。ということでね、ゼラオラこんな感じで写真撮れます。まあ1から4もね、なんとなく写真こう撮ったら撮れるよっていうのを見せれたかと思うので、良かったと思います。じゃあ次の動画も楽しみにしていただければと思います。ここまで見ていただいてありがとうございました。バイバイ。